新宿区中井にある七の坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。大切な思い、大切な人に届いていますか？私たちってお互いに気を使って暮らしてきたんだなって。最愛の妻から届いた最後の手紙。こちらはご本人様に直接お渡ししてほしいとのことでした。ふるさとの海に散骨してほしいっていうふうに書いてあった。妻の故郷を目指す中で出会う人々、そしてその様々な思い、倉島と同じく妻を失った男の思い、妻子と離れて暮らす男の思い。帰っても寂しいだけなんですよ。父親を失った娘とその母の思い。こげん日は人の恋は受けんと。いくつもの思いに触れ気づかされる何気ない日常の記憶とその深い愛情。どうして生きてるうちに言わなかったんだろう。ついに訪れた散骨の時、彼の心に届いた本当の妻の思いとは。ありがとう。でもあなたは口癖ね。あなたへ、8月25日、全国ロードショー。ありがとう。